ご視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。今月も曲聴く生配信を開催します。この曲聴く生配信とは、皆さんが作ったオリジナル曲を、僕と生配信に集まった皆さんで一緒に聴くという企画です。クリエイター同士の情報交換やモチベーションアップを目的に毎月1回行っております。僕が進行役となり、事前に送っていただいた楽曲を順に再生、1曲ごとに少しみんなでおしゃべりをして、次の曲へという流れで進めていきます。歌番組みたいなものを想像していただけると分かりやすいと思います。普段は、プロのミュージシャンが作った作品に対して、ズバズバと、歯に衣着せぬ発言を、繰り返している私でございますが、この企画に関しては批評的なスタンスっていうのは一切ありません。ポジティブでピースフルな企画ですのでご安心ください。自分の曲を初めて聴いてもらった時の、反応を知りたいとか、あとは制作のアドバイスが欲しいとか、俺の私の超イケてる曲をお前ら聴けですとか、どんなモチベーションでも構いませんし、経験やスキルは問いません。今月の開催日は、5月29日と、5月30日の2日間、いずれも組数は6組から7組程度、22時から1時間半程度の配信を予定しております。エントリーの条件は一つだけ、自身がエントリーする日の生配信にチャットで参加ができる人。楽曲は、オリジナル曲であればどんなジャンルでも構いません。めちゃくちゃ長い曲とかちょっと相談させてください。エントリー期間は、この動画が公開された今から、5月29日の、23時59分まで、アーティスト名と、参加希望日、この2つを明記し、僕のツイッターアカウントへ DM を送ってください。どちらの日でも参加できるよという方は、その旨を、ぜひ伝えていただけるとありがたいです。なるべく、全てのエントリー希望者の楽曲をピックアップできるように、やっていきたいなっていうふうに考えてますので、ご協力をよろしくお願いします。エントリー締め切りの後に、皆さんに一斉にご連絡をいたしますので、エントリーの際には、先ほど言った、2項目以外の情報は必要ありません。企画に関するご質問は、この動画へのコメントでお願いいたします。月1のレギュラー企画化して、今回が5回目。ありがたいことに、回を追うごとに、多くのエントリーいただけております。で、演出も少しずつパワーアップしております。どんな内容になっているのか気になる方は、ぜひ先月のアーカイブご覧ください。想定以上のエントリーがあった場合には、初挑戦の方、そして応募のルールを遵守いただいている方を優先させていただきます。まあ、何組集まるかっていうのは、いつも蓋を開けてみないとわからないので、気になっている方はぜひエントリーをお願いします。それでは、たくさんのご応募お待ちしております。みんなで一緒に楽しい時間過ごしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録、高評価、シェア、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。また明日。